はあれの意味を理解してねえんだよ。だいたいよ、レディオノイズ計画に第3位のレールガンが採用されてて、なんで第1位のてめえじゃなかったんだ。何かがあるんだよ。てめえがちっとも理解していねえ何かがだ。クソってれが。感動的だね。あれ、本人だって大喜びだ。回収完了ってところだな。ああ、本命は生け捕りって話だったけど、あれ本当に生きてんのか。こんなんで始末書なんてまっぴらだぞ。あいつはまだ生きてる。もし死んでたらシスターズの代理演算にも影響が出るはずだ。確証なんかね。